イオンボール、新潟南は、新潟県新潟市高ランクに所在する、ショッピングセンター。各テナントは、イオンスタイル、新潟南。イオングループでは、新潟市南部にある、新潟県中間原郡亀田町の出展計画は2002年秋に、具体化し始めていた。用地を取得、整地工事を開始したが、敷地内で、平安時代の遺跡が発見されたため調査を実施する。 必要が生じ、調査後に着工することになった。2007年10月26日に、イオン、新潟南ショッピングセンターとして開業。イオンはかつて、亀田町五月町に、ジャスコ亀田店を出店しており、亀田地区への再進出となった。2011年から進められたイオンの、大型ショッピングセンターの名称の、イオンモールへの統一に伴い、同年11月21日に、イオン、 新潟南ショッピングセンターから名称が変更された。2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターをイオンモールの運営に委託することになったことに伴い同社の管理運営に移行した。また各店舗のジャスコは2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンに解消することになった。 その他、シネマコンプレックスのワーナー・マイカル・シネマズは、運営会社のワーナー・マイカルが、イオン・シネマズと2013年7月1日に合併して、イオン・エンターテイメントとなるのに伴い、劇場名をイオン・シネマに変更することになった。SC 建物南側には、バスロータリーが設けられており、新潟駅からは路線バス、亀田駅からはコミュニティバスが発着している。 敷地内駐車場4000台、駐輪場630台、ありがとうございます。